への道、そして百切りリベンジ合同企画。はい、皆さんこんにちは、並木です。そして京来です。そして中井岳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日は初のね、百切りリベンジとシングルベアの道が合同になって、岳さんにお二人とも教わっていきたいと思います。で、合同企画するにあたって、はい、練習場に来ましたけども、はい、今日は何しましょう。いや実際ね、動画でも、はい、ヨライさん、並木ちゃん両方のスイングが良くなっていると、うん、やったお見受けしたので、嬉しい。ここでちょっとそういった意味では再確認をしようかなと。じゃあまず練習場で、うんうん、ヨライさんと私のスイングをプロに見ていただくってことですか。はい、ここでどれぐらいこう百切り、そしてシングルプレイヤーへのこう道に近づいているのかどうかというのを、まずスイングの方面からしっかりと検証してみたいなと。ちなみにドライバーだけでいい、うん、いや、もちろんウェッジ、アイアン、ドライバー、まあ、この3つのスイングをしっかりと比較して、検討していきたいと思うわけです。今後どうしていけばいいかねっていうことも含めて、はい、しっかりと道筋を作るためにも、今日は道と見ていきたいと思います。お願いします。はい、お願いいたします。はい、まずは並木ちゃんのスイングから検証していきたいと思います。はい、いや本当にね、動画見ててもね、あ、変わったなっていうのがね、お、嬉しい、うん、学生に言われるのめっちゃ嬉しい。いやいやいや、でも本当にそれは感じるし、順調にねスコアもどんどん縮めてきてると思うので、まあでもそれもね、本当にいつものレッスンのおかげです。何を本当に何を、いや本当に、いやでもね、本当こういう時はもう自分の努力なんですよ。結局我々がどれだけアドバイスしてもね、最終的に受ける側がどう受け取って、それをどう具現化していくかのが大事だから、やっぱりもう自分を褒めてください。よし、いいぞ。ただ調子乗りすぎない、ね、そうですね、調子乗りすぎないにしましょう。そこがね、ナミッキーのね、ナミッキーたるゆえんなの。そうなんですよ、いいところでもあり、はい、悪いところでもありって感じですね。はい、ではしっかりやっていきたいと思います。まずはウェッジから、はい、アイアン、そしてドライバーという順番で打ってください。はい、はい、じゃあウェッジいきます。あ全然 OK。 あらら。うん、いやでも結局グリーン周りに行って、はい、これが出ると辛いよね。そうですね、うん、ナイス、 OK。 じゃあ7番やお願いします。はい、いいですよ、いいですよ。右ばかりちゃん。はい、OK。いい、はい、ドライバーどうぞ。150ヤードオーバー。はい、はい、はい、一通り打っていただきました、まあウェッジ、アイアンは少し右に飛んで、はい、ドライバーが左に飛びました、はい、というわけでドライバーはなぜいいのか、しっかり打てるのか、そしてアイアン、ウェッジがなぜ打てないのかっていうのは、うん、あるんです、理由が実は。あるんですか。はい、なんか私がそもそも、うん、今まで習ってきたことを忘れてるとか、そういうことですか。うん、そういうことではなくて、そう、今めっちゃ今まで習ってきたことは全て思い出して今やってたんですけど、はい、で多分ドライバーは最後それができたのかな、はい、ということだと思うでしょう。あれで、実はウェッジもアイアンもドライバーもやってることは変わらないです。例えばコースに行っていい結果が出ている時と結果が出ていない時って何が違うと思いますか。こう並木さんなりにいろいろ今までのラウンドとかもイメージしながら、あ、私こういうところでミスしたなとか、こういうところでうまくいかなかったな、ありますか。
何か思い当たる節は。今ので言うと、うん、ドライバーはしっかりクラブの重さで今振ってた感じがすごいしたんですけど、うん、やっぱどうしてもアイアンって自分でヒュイって手でやってきちゃうから、うん、どっかでやっぱまだ手打ちになってるのかなっていう、うん、違う、惜しい。じゃあちょっと答え合わせをします。はい、いいですか。じゃあサンドウェッジ持ってきてください。ウェッジを、はい、はい、でバックスイングを取っていただいて、はい、打たなくていいです。はい、はい、というところで止めてください。でゆっくりとバックスイングいつものようにしていって、はいはい、ストップ。どうぞそこから打ってください。ここから打つ、はい、えボール打っていいんですか。あ、打っていいですよ。うん、じゃあ答えをお教えしますのでちょっとこちらで見ててください。あれどうなってるんだ。実はこれが今の並木ちゃんのスイングの全てというか、はい、を物語っているところがあるんだけど、今これ僕ウェッジ持ってます、はい、でテイクバックを入れます。並木ちゃんのちょっとスイングの真似をさせてもらうとこんな感じ。もうお分かりだと思いますけど、はい、この位置では球打てないんです。確かに。でこの辺りは一切当たらないんだけど、ドライバーぐらいバックスイングすると当たる位置に来る。っていうことはこの辺り全部ダウンスイング始めても当たらない位置だから、要はいいスコアが出てるときはおおむね全部のクラブフルショットしてるときなの。だからちょっと長めのコースに行きます。で例えばドライバー打ちました、5番ウッドかハイブリッドでセカンド打ちました、はい、サードショットポンってやってるようなところだとスコアがまとまってくる。でも例えばバンカーに入った、はい、ちょっとラフがに入った、でちょっと中途半端な距離が残った、だいたいこれぐらいのテイクバックで打たそうだなっていうところで全部当たりが薄かったりダフったりしてしまってるのは、実はバックスイングの途中の過程で打てる位置がない。そのここ打てます、ここ打てます、こっから打てません、打てません、打てません、打てますな。だから打てませんのゾーンがある、テイクバックの途中に。だから3クォーターとかハーフショットのちょっと大きめのものが全部当たらなくなってる、うん、じゃあこれは別に今最近私がこう変わっちゃったんじゃなくて、前々からそういうスイングしてたってことですか、はい、正直言うとそうです。あ、そうなんですか、はい、ただちょっとそれがひどい時とそこそこの時があった。あ、そういうことですね。で、はい、今日はちょっとひどい時ってことですか。それがちょっと今回はちょっと極端に出てるから、だから結果的にクラブが戻せてこれないからウェッジとアイアンは全部あっち飛ぶので、一つポイントがあります、はい、でじゃあ並木さん立ってください。クラブ持たずに、持たずに、はい、じゃあまあカメラに僕背中向けてお尻向けてすいませんなんですけど、どうぞ持ってください。で僕がここに立ってますので、バックスイングするときに僕方向に、はい、カゴ投げていいですか。はい、投げてください。はい、はい、オッケー、はい、そこにいてくださいね。はい、持ってグリップして、はい、どうですか。一つちょっと自分で気づいたのが、うん、前までこうしすぎてた、うん、そうです、正解。ということはもうコンパクトなスイングは全部ここを通ってるわけだから、ここからすぐにダウンスイングしたって当たらない、はい、だから今の位置が単純に言えば勝手にクラブが降りてくる位置、この辺ってことですか。そうポン、はい、もう一回、うん、ポン、そうそう、だからクラブをしっかりゆっくり動かそうとするよりはもっとクラブを飛球線後方にポイッと投げられるような感覚の位置に手元が来るような、そんな感覚で、はい、バックスイングして、もう一回どうぞ、うん、じゃあ今度は打つ動作で入れてください。はい、はい、 OK、はい、そうするとまっすぐ飛ぶ。あ、全然そうですね、うん、ああ、そうだから実はトップの位置をすごく気にしてて、はい、それは全然それで良かったんだけども、ここの過程がなるほど、どんどんと、うん、インからアウトに被るような動きになっていた。右脇、うん、ここが開いちゃう、うん、開いて、ひっつけてる人誰もいないから開くの、基本は開いちゃうの全部。あれ今まで、うん、みんなねこうやってね脇を締めるっていうのは、脇を締めるというのは
これを締めるって、これはつけるだから、締めるとつけるは別物。開いていいのだ。はい、開いていいですポン、そうそうそう、ナイス。そう、上がるでしょ、ふわっと上がるでしょ、ちゃんと、うん、こうか。そう、確かに、なんかこうしてたかも。うん、だからつけてしまってた。こうしてましたね。そう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 、全然違う。そう、そしたらクラブが重力にも負けて、結果的にはもうクラブがボールよりも全然手前に落ちてしまうから、はい、うん、ここだけ気をつければ、はい、アプローチも良くなるし、ドライバーも安定するし。じゃあドライバー最後ちょっと打ってみようか、一回。 OK、 いい位置きた。あ、やりやすいでしょ。分かった、うん、そう、はい、めっちゃやりやすいですOK、 あ、全然違います、うんうん、軽いでしょ。何してたんだろう本当に。いや、だからやっぱり形にこだわって、こう、例えば今の時期動画に自分のスイングを撮ってこうやってる人って多いじゃない、はい、で線を引いてってなった時に、やっぱり線というのはあくまで参考値で、あくまで2次元のものだから。でもゴルフスイングって3次元だから、 そうですね、そればっかとらわれちゃダメですね。そう、それでやっぱり位置ばっかり気にしすぎてしまって、トップの位置 OK だから OK みたいな風になってしまった。でもそうするとハーフスイング、スリークォーターっていうところの概念がやっぱり壊れちゃう。うん、やっぱ全部つながってるんだっていうところをもう一回再確認してください。はい、どうぞやばい、ガクさんの一言でこんな変わるナイス、はい、ありがとうございます。はい、やっぱりね、位置をしっかりさせよう、それはすごくいいことなんだけど、それによってこうやって迷走してしまう場合がある。すいません、それをばっかりこの間の真似すんで、うん、分かったと思って、うん、その動画撮った時に、うん、あ、これ OK、OK って言って、うん、その位置ばっかを気にしてました、確かに、うん、だよね。確かに。で、これ、見ていただいてご覧の皆さんに言えることなんだけど、ドライバーばっかり打っているとこういうことが起こるんです。ドライバーは基本フルショットじゃないですか、はい、でトップの位置さえある程度確定できてれば、ダウン、そしてダウンスイングの手順さえ間違わなければ、ドライバーって意外とちゃんと打ててしまえる。でもそうなった時にウェッジとかアイアンショットで実際のそのスイングの軌道が合ってるか間違ってるかっていうのを確認しとかなきゃいけない。特にウェッジでだいたい 5、60ヤードのショットがうまくいかない時っていうのは、こういったドライバーのテイクバックが悪くなってしまっている可能性が十分はい、考えられるので、ドライバーが調子いい時ほどそういったウェッジやアイアンでしっかりと自分のスイングの確認をすると。そうですね、いうことを肝に銘じて、はい、肝に銘じます練習をしっかりそうやります。そうね、だからもうドライバーは気持ちいいし、やはりそのやっぱうまく打てるようになってくると、それはそれでとてもね嬉しくて、何度も何度も打ってしまうのもよくわかるんですけど、でもやはりこう100を切る上では、うん、他のクラブも平均して安定しないといけない、はい、ということはやっぱりつながっていかなきゃいけない、ウェッジもアイアンもドライバーも、ね、だからどこかで分断してしまうことのないような練習を、はい、ぜひ皆さんもナミちゃん同様取ってみてくださいということで、すごくそれ を除くとしっかり振り抜けるようになったしね、はい、揺れなくなったよね、何よりね、バランスもよく取れるようになったから、はい、すごく進歩していると思います。はい、これを糧に引き続き、はい、練習ちょっと頑張ります。はい、してください、はい、お願いします。はい、続いてはシングルへの道、ヨライさんです。よろしくお願いします。やはりヨライさんにとって劇的に変わったか。変わりました、はい、いやもう実際練習を見てても、はい、おーっていうぐらい変わりましたよね。ありがとうございます。いやいや素晴らしい、いやもう本当にもう嬉しい限りではあるんですが、やはり前回の時のやっぱ最後のアドバイスですか、一番聞いたのは。ちょっと僕いっぱい喋ってもいいですか。どうぞどうぞ。すいません。でははい、テイクバックかけた時に少しやっぱりこっちに引き込みすぎる時があって、ショートスイングになってるんで、そうすると右に抜けてるんですよね。ちょっとこう少しストレッチしてみますか。トップの位置を変えたことによって弱点がいっぱい見つかって分かりやすくなって、でいろいろ直したんです、うん、そしたらすごく調子が良くなって、はい、ありがとうございます。とんでもございません。いやいや、もう元々ねポテンシャルはしっかりあるから、なのでトップの位置さえ決まってしまえば、ヨライさんの場合筋肉も大きいし、そのタッチもあるから、そこのポジション分かればなんとかつながるんじゃないかなっていうふうには期
期待はしてたんですけども、すごく思いのほかハマっていただいて、スコアもすごく良くなってびっくりしました、はい、おかげさまです。ありがとうございます。了解です。ではまずちょっとスイングを見せていただいて、はい、よろしいですか。じゃあウェッジからお願いいたします。じゃあウェッジから打ちます。はい、うん、ナイス。やった、ナイスショー。うん、何球か打ったらいいですか。はい、2球ぐらい打ってください、はい、もう1球打ってください。じゃあ、うん、いいですね。いや、めっちゃまっすぐ行くようになったんですよ。いや、高い球もしっかり出るようになりました。ボールもしっかり止まりますよね。多分ね、こうなってくるとね、今度はスピンとの兼ね合いがいろいろね出てくると思いますよね。うん、すっごい戻ってくるようになったんですよ。なんか昔、うん、憧れてバックスピンかけようってめちゃくちゃやってたんですけど、うん、今転がしたいのにめっちゃ戻ってくるんですよ。いや、だから僕らがあんまり戻ってくるのも嫌だっていうのもよく多分分かりやすい。何回かグリーンから帰ってきました、こんなに戻るか、みたいな。そうなんですよ。でもちょっと嬉しいです。まあまあそれは、ね、いいじゃないですか。で、まあ、もちろんそれにしっかりとヘッドがボールに向かって入ってこないと、はい、あのスピンはかかりませんからね。あ、なるほど。だからそれはもう上達の証だと思ってください。ありがとうございます。 OK、 では7番アイアンもお願いします。うん、ね、バランスよく立てるようになりましたしね。あ、そうです、うん、フィニッシュが取れるようになりましたね。今までね、こうやってバーンって打った後なんかこんな感じでなってたのが、うん、あれはやっぱり正直かっこよくもないですね。そうですよね。うん、 OK です。じゃあもう一度お願いします。はい、はい、いや、もう一発目からいいショットだな。やったー。いやー、シンプルになったね。うん、ありがとうございます。いや、もう特にもう本当にトップの位置からあのインパクトまでのこうプレーが非常にこうシンプルになりました。だ、今まではここがすごくこう波を打っていた。あ、なるほど。うん、もちろん腕はこう動く、はい、腰はこう動く、はい、体はこう動くというふうに、はい、もう3つの部位が全然違う方向に向かってベクトルを向けていたと、はい、なのでもう喧嘩し合ってたわけです、ね、なるほど。なのでどれが勝つかどれが負けるかみたいな、そんなスイングだった。でも今思うとそうだったなって思います。そう、でもそれが実はやはりこれ皆さんの中にも思い当たる方いると思うんですが、運動神経のある方ほどこれでも打ててしまう。なるほど。要はもう位置がバラバラでも力づくだったりフィーリングでインパクトを揃えることができたりするんですね。そうするとなんか結果が良かったら、あ、いいぞいいぞなるわけですよね。でもそれがコース行った時になんかちょっと緊張がかかったりとか傾斜があったり、傾斜があったりとか、ちょっとそういう非日常的なところに行った時に大きな予測できないようなミスをしてしまってたっていうのは、その当ててたセンスがむしろやっぱりゴルフ場では通用しないと。あ、なるほど。いうこと。でも言い方変えれば、運動神経の人、センスのある人がちゃんとしたものを身につけたらこれはすごいですよねっていう、そこはやっぱりあると思うので、だからやっぱり今まではちょっとそういうところに若干頼りすぎてたんじゃないかなっていう感じがしてた、はい、でも今は本当に素直な位置、そこから素直なそのクラブの重さを使ってスイングできるようになったと、本当に大人のスイングになってきたなっていうか、大人になりました、ようやく。もう あのロマンぶりとか言ってた方どこ行っちゃったんだろうっていう感じだと本当に思いますんでね、あの、いや本当にあの相当近づいたんじゃないかな。ありがたいです、スイングだけで言うと。じゃあ行きます。しょい、いやー、いや、ヨガさん今 ねこれで25060ですって言ったじゃないですか。多分今これを肉眼で今のヨガさんの球を見た人は多分300飛んでんじゃないのっていう人も中にはいるぐらいの球の強さで飛んでいってます。うん、やっぱり25060キャリーで打とうと思ったら今ぐらいのスピードで今ぐらいの高さで飛んでいかないとないです。うん、まあ、あの下ってるコースはほぼほぼ300。いやいや、それはいくと思います。やっぱキャリーで25060打ててるってのはこれ結構飛びますからね、実際には。よかった。うん、やっぱり そこも含めてね、いや本当素晴らしい。そして今日1回もミスしてない、ミスしてない。そして僕も本当にホッとした。ありがとうございます。いつもありがとうございます。とんでもございません。ありがとうございます。いやー、いやー、は
い、ということで陽来さんとね、私のスイングをたくさんに見ていただいたんですけども、もうね、陽来さんお見事、ナイスですよね。やったー。でも並木ちゃんもめっちゃかっこよかったよ。いやでも私は、うん、まあはい、いいところもあるかもしれないです。いや、よかったじゃん、最後かっこよくなりましたよね。いや、かっこよくなったし、まあ実際ね、練習してる姿を、まあ、逐一チェックはね、うん、させてもらっていて、うん、動画とか送ってもらったりしてるので、うん、それで見て、まあ見て、それでまあアドバイスとかはしてるんだけども、とはいえやっぱり本当に調子どんどん良くなってたからね。うん、自信もどんどんついてるし、スコアもどんどん良くなってるし、はい、っていう中でやはりこう、なんていうのかな、こう真面目すぎるところがちょっとね、いろんなものをチェックしすぎるところに行ってしまい、うん、結果そこによってスイングのリズム感だったりとかがちょっと失われてた感じがするので、はい、そこをしっかりもう一度思い出して練習をしてください。はい、そしてもう陽来さんはこのまま貫きましょう、突き進みましょう。もう毎日練習してます。このままずっと練習します。はい、ぜひとも。私も陽来さんについていきます。ええ、練習量じゃ負けないからね。そうですね、まあすごいもんね。そこは、ね、私はそうですね。ごめんなさい。いや、とはいえね、もう、まあ、みんな2人にプレッシャーかけるわけじゃないけど、すごく光が見えた。やった。今回僕は2人のスイングを拝見して光が見えました。よし、頑張ろう。こういう手順を踏んでいってくれたら10月までにこうなるっていうのがなんとなく見えてきた。うん、1ヶ月前にはちょっとね、雲がね、そんな雰囲気を感じてました。ちょっと、ちょっとね、はい、陽来さんにして珍しい弱気なちょっと言葉もあったし ね、実はね、うん、本当に今だから明かせるけど、実はどうだろうっていう、この企画は無理があったんじゃないかみたいな、ちょっとね、珍しい、そういうね、本音も聞いてたので。っていうことはあれ、でもあの後の1ヶ月死ぬほど練習しました。それはもう見てるし、うん、その人によってやっぱこう報われる日は違うけど、来る、必ず努力すれば報われるってことですよね。来る。ただゴルフは他のスポーツよりも、ただやってれば上手くなるっていうところが少ない分だけ、ただ正しい手順を踏まないと努力が無駄になる場合もあるから、怖いスポーツだよね。怖い、本当それは怖いです。僕自身、自分でいいと思ってやってたことが、実は何年か後に間違ってたことに気がついて、うわーっていう。ただそれが今皆さんにこういったいろんな、こう例えばね、こういうスイングをするとこうなりますっていうことをお伝えできるようになったのも、自分自身もそこを通ってる、いっぱい遠回りした、遠回りしたからこその、皆さんが苦労したこともすごくよくわかるんですよ。そうだから、そういった意味でも、だからこそ絶対叶いますと断言できる。そうですね、そう、苦労した分は必ず、うん、報われます。はい、ということで皆さんもぜひ報われる日が来ますので、我々と共にね、はい、これからも上達をしていきましょうということで、この後はまた違う形でレッスンですね。はい、はい、お願いします。お願いします。ナミッキーだよ。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。ぜひ皆さん見てください。またね。